バイド文化の範囲ウバイド文化はメソポタミアに誕生した戦士文化。イラク南部ジーカール県のウル遺跡の西6キロメートルにあるテルアルウバイドという丘で発見された新石器時代から同期時代の遺跡がこの文化を代表する。この文化はメソポタミア南部の中石ヒラでの最古の文化で紀元前6500年頃からメソポタミアに広がり始め 紀元前4000年頃から始まるウルク文化へと引き継がれた。灌漑農業の導入による農業の飛躍的発展、車輪の導入、同期時代などがウバイド期に始まっている。ウバイド文化は3つから4つの時期に分けることができる。ウバイド一期、またはこの時期の遺跡の発見地にちなんでエルド期は文化の広がる範囲はまだイラク南部の 当時のペルシア湾の海岸線付近にのみ限定されている。この時期は北のサーマラー周辺の同期時代、サマラ文化と強いつながりを持ち、年平均降水量 120mm の限界線よりも南の乾燥地帯に最初の高級的な集落が築かれた例となっている。ウバイド2期、または標識遺跡にちなんで、ハジムハンマド期では大きな集落を中心に、 運河棒が広く張り巡らされるようになった様が見て、取れる。チョガマミでは、寒外農業の跡が発見されており、この時期開発された、寒外手法は速やかに各地に広がった。ウバイド3期及び4期では急速な都市化が見られ、文化の範囲も、東方のザグロス山脈方向、南方のカタール島をペルシア湾岸方向、北方のメソポタミア北部方向へと伸び、北では、 ハラフ文化に置き換わっていった。また、ウバイド文化の遺物は、地中海沿いのシリアなどでも見つかっており、交易網が進展していたことがわかる。アラビア半島東部やオマーンでの考古学調査では、ウバイド期は、紀元前3800年頃に急激に終焉を迎えたと見られている。この時期は、湖水面の低下、砂丘の活動開始などの直後にあたり、 乾燥の広がりによって人間の活動が不可能になったとみられる。これ以後千年にわたり、アラビア東部では人間の活動を示す遺跡などは見つかっていない。ウバイド文化後期の土器ウバイド文化の集落は大きな規模の村落、部屋が複数ある、長方形の泥レンガ作りの家々などを特徴とする。この時期、神殿など公的な施設がメソポタミアで最初に登場し、 10ヘクタール以上の面積の大きな集落を1ヘクタール以下の小さな集落多数が取り囲むという集権的な集落の構造が現れている。この文化特有の土器は黒や褐色で幾何学模様を彩色された高褐色や緑がかった色の彩色土器である。北部では石器も見つかっているが南部では石が少ないため足や草をやり、 取るための釜も火で固く焼いた土器で作られている。ウバイ土器は都市化の始まりの時期にあたる。農業や家畜の飼育が低重性の集落で広く行われ、北はアナトリア、南はザグロス山脈に至るまで動物の飼育の試みが見られる。墓地の副葬品の分析に基づけば、ウバイ土器は社会階層の形成や文極化が進み、平等が失われていった時期にあたる。 ベガッキは、この時期を平等主義の後の社会と呼び、家族同士が競争を行い、中には下方に向かう社会的動きの結果、落語していった家族もあったと考えられる。モートン・フライドとエルマン・サービスは、ウバイド文化では世襲の主張などのエリート階層が勃興したという仮説を立てる。彼らはおそらく神殿や国葬の管理によって結びつけられた同族集団の頭にあたり、 集団間の紛争の調停や社会秩序の維持に責任を持っていたと見られる。集団の様々なまとめ方、例えばソーキルド・ヤコブセンが原始民主制と呼んだ同等の地位の人々の集まりで紛争を解決していたような方法が共同体の必要もはや有効に満たせなくなったと考えられる。ウバイド文化はメソポタミアの最南部に発生したが、これに先立ち、 メソポタミア中部に誕生していた文化とも明らかなつながりがあった。ウバイド人がどこからやってきたかについては、シュメール人の起源とシュメール文明の起源をめぐる問題にも関わっている。起源がどこであれ、この人々は三つの社会集団によって構成されていた。穀物や家畜といった北メソポタミアで開発された農産物を作る農民、家畜を追ってテントで暮らす。 遊牧民、足で作った家で暮らす、魚老民である。スタインとオズベルは、ウバイド文化の拡大で形成された、中東のエクメーネを、古く文化後期の植民地主義的拡大と対照的なものとみなす。異なった地域を比較した文脈分析によれば、ウバイド文化の拡張は、イデオロギーの平和的な拡散により達成されたものであり、ウバイド文化の物質的な成果は、 各地の人々が自分たちの文化に適応し、変容させていった。標識遺跡であるテルアルーバイドは、比較的小さな遺跡である。イオカの大きさは、南北500メートル、東西300メートルで、地表から2メートルほど盛り上がっていた。遺物の多くは、ウバイドキのものであったが、イオカの最上部には、初期王朝時代の神殿が建っていた。この遺跡は1919 19年に、 大英博物館のヘンリー・ホールが発掘を開始した。1923年から1924年には、ウルの発掘を行っていたレオナード・ウーリーが発掘を手掛け、1937年に、イギリスのセトンロイドやシカゴ大学東洋研究所のピンハス・デラグスが発掘した。遺跡の仮想部は、多数の奪い時の土器とそれに関係する窯が見つかり、墓地や、 ジェムデトナスル文化の遺物も見つかっている。遺跡上部のニンフルサグ神殿は、バグダード近郊のハファージャ遺跡同様、楕円型を成しており、神殿の周囲の壁は、ウルダイ三王朝のシュルギ王が建てたものである。クウェートでは、ウルダイ三王朝期の搬送に使われた遺物が発掘されており、この時期には、小舟も存在したと考えられる。ありがとうございます。